はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。小学校受験、子供に寄り添うことは大切か。それでは西荻フレンドリースクール室長、近藤由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、お腹ピンピンになってますね大丈夫ですかね、やっぱり小学校受験ってこと自体が子供にとってはね、未知のことばっかりですから、なかなかその本人もいろいろと揺れることも多いかなと思うんですけど、そうなんですよ、ね、どこまで先生や保護者が寄り添うべきかと、でもね、結局、寄り添うか寄り添わないかっていうのはね、難しいところでね、ずっと寄り添わない方がいいとか、そういうものでもないんですよね。だから寄り添うっていうのは、あまり寄り添っちゃいけないのはやっぱり幼児、それから半分寄り添うのがやっぱりもうなんか言ってきたら否定的になんかっていうのは児童期にはできないんですよね。特にもう高学年になったら、低学年のうちはまだ半分寄り添う、半分寄り、そうそうそう、もうあなたの言ってることもわかるわっていうのが、あなたの言ってることもわかるけど、でもこうしない方がいいんじゃないのって言って、半分寄り添って半分寄り添わないっていうのが低学年で、高学年になるとやっぱり3分の2ぐらいあなたに言ってることも分かるわみたいになって、もう中学以降は、まあ例えば、いじめにあったとしても、何にあったとしても、やっぱり今度は寄り添ってあげて、親が戦うぞっていう、寄り添っただけじゃダメなんですよね。中学から以降はいじめにあったとしても、そのまたいじめにあったっていうことを、まあ中学生ぐらいで言えないっていうのは、やっぱり親に心配かけるとかって思うからそうなるんであって、逆にそうだ、親に言ったら親は戦ってくれるんだって分かりゃすぐに親に言うと思うんですよね。だからそういうこう寄り添うんだけど、あなたのために私は全面的に戦いますよっていうことを高学年から少しずつ示していって、中学には何でも言いなさい、お母さんが出てって言ってあげるからねとか、よくうちの生徒にも言うんですよ。まあ高学年からはいろんな悩みがあるんですよ。でそういう時は、はい、まあ半分寄り添って、それで分かるわ、あなたの言ってることも、だけど、はい、じゃあもしね、本当にそうなったら、私はいくらでも学校にも電話してあげるしね、先生が戦ってあげるからってね言うと、次こうだった、ああだったってこう話すようするんですよ。でところが、元年代を戻っていって、低学年の頃はやっぱり揺れ動く、そしたらでもね、やっぱりこうしなきゃいけないよ、ああしなきゃいけないよって言って、子供のこう前を歩いていく、何言ってんのよ、ついてくんなよみたいなね。それでまあだんだん親のそういう強さを子供に見せていけば、だんだんこう困ったことを親に話していくと思うんですよ。それを一回寄り添った姿を見せちゃうと、そんなあなたがそんなこと言ったらママも一緒に悲しくなっちゃうわなんて言うと、子供はもう言わなくなるんです。なるほど、同じレベルになっちゃうというかね。そう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 、やっぱ頼れる存在として、そうするとやっぱり、なんていうのかな、言うと心配かけるからもう言わないとかね、なるけど、そういうこう姿勢っていうのは、小学生はやっぱり、低学年は何言ってんのよ、ついてきなさいみたいなぐらいで行くけど、高学年からは半分寄り添って、じゃあよ先生もあなたの言ってること分かるわって、分かるっていうのは認めてあげるわけじゃない、それで戦ってあげるからねって言うと、中学ぐらいになると話すんですよ、ね。じゃあこの幼児はどうかっていうと、だいたい幼児がまあ嫌だっていうのは、例えばこういう勉強を始めたり、もう黙ってね遊ばしてたら別に嫌なこともないから、そういう気持ちにはならないと思うんですけど、幼児はまだ感情が不安定だから、やりたきゃやる、やりたくなかったらもう絶対やりたくない、もうだんだんすごいと頭も痛くなるし、お腹も痛くなるし、だけどまあ本当に お腹が痛いのか、それは見極めなきゃいけないんだけど、じゃああなたがそんなに嫌なら、じゃあや
めてあげるわね、お勉強もしなくていいわ、そんなに悲しいんだったら、なんて言おうもんなら子供の幼児は何と思うかって、ラッキーとか思うわけですよ。だって後先考えないから幼児は、うん、小学生はさすがにこういう風になったらこうなっちゃうとかね、もっとね、例えば長い目で考えますね、学校行かなくなっちゃったら私は勉強が遅れちゃうとかね、そういう風にこう、だけど幼児はもうやりたくなかったらやりたくない、だからそこを寄り添って、そう、じゃああなた今こんなに悩んでるのねなんて一緒に悩むと、幼児はこれは重大なことかもしれないってなって余計にね、だから幼児の時はやりたくないって言ったって、それはねあなたにとってやらなくちゃ、やるべきことはやるんだっていう、そのやっぱり強い意志みたいなものっていうのは大事なので、特に幼児期の時は子供にそんなに寄り添う必要はないなって、うん、なるほど、親の意見で変にしすぎちゃうっていうよりはもうついといでというか、そうついといでみたいな、うん、ついといで何を言ってもあなたはついてくるのよみたいなね、うん、それが低学年になるとそうもいかなくなるから、ちょっとは寄り添ってあげてね、あなたに言ってることわかるわ、でもこうよって言って先頭を、うん、子供の先頭を歩いて、そしたらおー、ママって強いんだなって、うん、あ、私こんなに悩んでるけど大したことじゃないんだなって、うん、低学年のうち思うんですよ。で高学年になるともっとみんな10歳の壁になってくるから悩みが複雑なんですよ、ね、話し合えてほしいですよ ね、 そ う、 きっとね、そうすると逆に全てを全否定すると、うん、もう子供はどうしようもなくなくなっちゃうから、高学年になったら半分は分かるわって言って、うん、でもあの高校越した方がいいんじゃない、明日方がいいんじゃないって言いながら、6年ぐらいになってそれでも何かあれば出てってあげるわ、うん、ママも出てってあげるわよみたいな、はい、そうするとそっか、何かあったらママに言ったらママ戦ってくれるんだ、うん、自分の代わりにね、はい、それで中学になったら、まあ、悩み事はちゃんと言ってもらうと、うん、ここになったら自分で解決すると、まあね、基本的にはね、基本的には手に負えなくなったら、そう、あのもちろんそうですけど、うん、ここになったらお互いに話し合うっていう姿勢を取っていくと、かなりよく子供は育っていくんじゃないかなと思います。そうですね、一個だけ補足すると、あの幼児の時のその少し前を歩くっていうのは先回りとはちょっと違うから、 そこだけは気をつけてください。そう、先回りじゃないんですよ、うん、はい、先回りして失敗させないように失敗させないように、そういう前を歩くんじゃなくて、うん、そう、どんなことがあってもやるんだよ、やるべきことはやるんだよ、ついてこいみたいな、はい、なんかそういう感じ、ね、そう、うん、そういう風にして育てていくと、まあ、子供も強くなるし、はい、最後にね自分のこう問題解決も自分でできるようになるんじゃないかなと思って、はい、だから私なんかはもうキッズの子たちとか、もう中高になった子たちも、プレーナーに挫折してる子たちね、そうそうそう、親に言うよりも先に結構私に相談事を持ちかけてくるので、もう私はもう小学生から中高までの相談に乗ってますよね。お悩み相談ばっかりやってますね。そう、悩み相談ばっかりやってるんですけど、うん、でもいざとなったら先生出てっからねって、うん、あの先生ならいっかもみたいな ね、うん、そうね、そう、だからみんないろいろ話してくるんですよ ね、 だから、うん、だからそういうことが大事じゃないかと私は思います、ね、はい、メンタルの安定にも、ね、必要なことだと思います、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、では教室からのお知らせです。フレンドリースクールでは体験授業受付をしております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております、お気軽にご連絡いただければと思います。連絡先です。電話番号が 0333900750 番、メールアドレスはご覧の通りです。西荻フレンドリースクールでは引き続き様々なテーマでお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエスト、感想、疑問、質問も大歓迎です。あとはよろしければぜひチャンネル登録や、こちらの動画へのいいねもね、高評価もぜひいただければと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。